だば。そろそろ行くぞ。愛するにも消えろ、するのもパスを背負うのもパーティングも勝ち目を落ちそう、ずっと今ゲームにつくのも立ちまえるにも消えろ、するのもパスを背負うのもパーティングも勝ち目を。はい、エポエポです。ゴースト頑張っていきたいと思います。ということで今回はですね、久々にフリーフォールを選びました。で、リクエスト武器なんですけども、 MSBS のフロートということで、リクエストいただいた方の、まあ、ガチ武器ですと、おっしゃってましたので、これをぜひ初めて、使いたいと思います。で、その方、そのリクエストくださった方もう、YouTube、やられてる方で、フリーフォールを特にやられてる方なので、私もちょっと真似をしてフリーフォール来ました。で、 MSBS のフルオートに、ドットドットじゃなくてレッドドットサイトをつけて、ストライクパッケージをサポートでやっていきます。いやー、フリーフォールは緊張するぞ。これは緊張する。本当動きとか全くわからない。わあ、もう出会ったら敵、こっちからも来そうだけど来ないか。あ、来た。わあ、いい。あの、フルオートにしたので速度、連射速度が速くなってるんですね。で、威力もいい、結構ある。おお、これは、もしかしたら、もしかするんじゃないの？ちょっと足が遅いですけど。はっ！え？ちょっと、こそこそ。あ、死んでる！後ろ後ろ後ろ！ちら？いない。どこ？後ろ！どこ？上！どこ？ああ！びっくりした！すいません、悲鳴を上げてしまいました。本当に、あの、動画のコメントでも、あの、楽しそうにやられてると、本当に、あの、お褒めいただきましてありがとうございます。めちゃめちゃ、あの、そう言っていただくのは嬉しいんですけども、あの、こうなってしまうんですよね。結構一人でこうやって動画を撮ってる時の方がやかましいと思います。どこやー、どこどこ、あ、やばいやばいやばい。いや、いるいるって、近くにいるんだって。いた、オッケー。来るかな、ちょっと私も上に。あ、やばい、先無理。あー、間に合わないか。くるくるくる。うわ、来てる。めちゃめちゃ足音する。あれ、来ない。どっちどっちどっち勝った。えー、だ、わかんなかったよ。そこにいたの。あ、サットコム出せる。すぐ壊されちゃうかな、こういうとこいたら。いや、サットコムはフリーフォールでありがたいですね。もう一人。犬、犬もいる。やばいやばいやばい。ナイファー。ああ、声にならない。うわー、グリフィンって言うんでしたっけ。出てますね、もう。嫌いです、あれ。うわー、ちょっと上に避難。あ、いる。うわっ、もう最初良かったのに。悔しい。あ、あ、なんとか。なんとか、気合で。来てる、下。来てる。うわー、ダメかー、ダメかー。こう、腰打ちで、ちゃんと。怖ーい。来てる、来てる、来てる、来てる。いや、どこ？あー、もう、地面重いよ。お？お？
ひどい。ひどい。ひどいよ。落ち着いていこうね。落ち着いて、リベンジ。そう。うわー、もうちょっとリロード。リロード、早くするのをつけれてないんで、これ壊した方がいいね。やばい、後ろ。OK。よし、縦一歩。あー縦一歩、頼んだぞ。縦一歩がいないと私は本当に勝てませんから。あー、今いたね。めっちゃ見逃した。あーこっちからも来てる。いや、後ろか。縦一歩がいる、後ろには。頑張れ、縦一歩。ナイス、縦一歩。ちょっと、いる、いる、いる。いるリロードが。リロードが終わらないんです。あー、縦一歩。終わってしまった。本当に。リーフォールの動きができない。あー危ない危ない。どこだ。うわー、まだカチカチ言ってる。分かっていたぞ。よし、オラクル、オラクル、オラクル。これで、これでもうバッチリでしょう。ブーン。ここにいる。あっ、おお皆さんうまい。え、何それって、ここも当たるんでしたっけ。無理かもういや、でも思っていたよりも うそー、なんで下手だから。こういっちゃダメかな。しゃあ、めあっさあ、たまいた。いや、やばいやばい、来てる、いる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 。あれ、でも来るか、ここいたら。いる、ナイス。あれ、エネミーオラクル、やばい、来てる。こっちか。危ない。いるいる、こっちさ、いる。あれ、こちら、あれ、いた。 OK、 リロード。やばい、来る、来た。危ない。あ、ちょっと弾がなくなったので。ああ、こういうの絶対使えないよね。うわ、ああ、ちょっとだけ当たった。ってことは、さっきの人こっち来るでしょう。リベンジ。ヘッドショット。オッケー。よーし。よーし、頑張って勝っていた。あー、お、2位でした嬉しい。ちょっと私ラスキルラスキルじゃない、ラスデスですね。ラスデスを決めてしまいましたが、あ、でも惜しかったな。あー、27キルの16です。いやー、どうせなら1位を、せっかくリクエスト武器の、リクエスト武器で、フリーフォール1位を取りたかったですが、惜しくも2位。
ということで、ほとんど喋ってなかったですね。でも楽しかったです。最後までご視聴ありがとうなし。エポエポでした。